超簡単 Python ネイルです。排水口とかに使うネット、上からポンポン、濃かったり薄かったり少し濃淡をつけてあげるとよりリアルに見えるので、皆さんこんにちは。ジュージェルマーケティング部開発チームのまみです。今回ご紹介する動画は超簡単 Python ネイルです。最後まで見ていただけますと嬉しいです。それでは、使用するカラーのご紹介をします。Y の33番と Y の29番の、2つを使っていきます。で、20番の白を少し入れてあげるとよりリアルな Python になるので、そちらも使っていきたいと思います。そして多分ご家庭にあるんじゃないかなと思うんですが、こちらの排水口とかに使うネットの方を使ってこの編み編みを作っていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。はい、ではまず最初に Y の33番の方を一度塗りしていきます。で、今回使用する筆がフラットの4番になります。はい、では硬化をしていきます。はい、では二度塗りの方をしていきます。はい、では二度塗りが終わったのでまた硬化をしていきます。はい、二度塗りが終わりました。で、こちらに先ほどご紹介したネットを好きな大きさに切っていただいて、この上に乗せていきます。で、次にスポンジですね、何でもいいんですがスポンジを使いやすい大きさにカットしていただいて、上からポンポンとしていきます。Y の29番ですねの方を取っていただいて、上からポンポン押し当てていきます。で、こちら、濃かったり薄かったり少し濃淡をつけてあげるとよりリアルに見えるので、濃いところや薄いところを作っていきます。こんな感じで、ちょっと薄いところも、つけていきます。で、ここに、20番ですね、のホワイトを少しこの、全部に乗せてしまうと、ちょっとリアル感なくなっちゃうので、上に重なるところをちょっとだけ白で、トントントンと、します。本当にちょっとだけで大丈夫、こんな感じです。ちょっと見にくいかな。はい。で、こちらはペロンと取っていただくと簡単に Python 柄がつきます。で、こちら硬化をしていきます。はい、硬化が終わりました。こんな感じで出来上がりです。で、最後にノンワイプトップコートジェルをかけて終わりたいと思います。は硬化をしていきます。はい、完成しました。こんな感じでちょっとかっこいいネイルだったり、秋とか冬におすすめなアートになります。そしてとっても簡単なのでぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。